ホンダ技研工業、ホンダ技研工業のモータースポーツ、ホンダ技研工業のモータースポーツは、ホンダ技研工業のモータースポーツ活動について記述する。ホンダの創業者である、ホンダ総一郎は四輪レース出場経験を持ち、レース活動における技術研さんが自社製品の品質向上につながるとの考えを持っていた。歴代経営者も何らかの形でレース部門に関わっており、 レースは、ホンダの DNA と表現される。日本で、鈴鹿サーキットとツインリンクモテギという二つの国際サーキットを運営し、会一世界選手権などの各種レースイベントに利用されている。1961年スペイン GP125CC クラスで WGP 初優勝した RC143 オートバイメーカーとして、設立翌年の1949年には、 日米対抗レースに C 型モーターサイクルで出場し優勝。1959年よりマンシマ TT レースに出場し、1960年よりロードレース世界選手権に本格参戦。最高峰クラスでは1966年の初、勝利以降、2006年終了時点で通算200勝を達成した。 生産者部門におけるタイトル獲得総数は3000メーカー中1位。二輪レース活動は、ホンダレーシングが統括し、モートジッピーの他スーパーバイク世界選手権、ブリティッシュスーパーバイク選手権、世界耐久選手権、モトクロス世界選手権、トライアル世界選手権などに参戦している。1960年代のレースシーンでは、ホンダ総一郎の意向で、 パワーに劣る4ストロークエンジンをあえて採用。滝藤、高回転化を推し進め、2ストロークエンジンに対して何ら遜色ない、戦闘力を発揮した。日本では全日本ロードレース選手権、全日本モトクロス選手権、全日本トライアル選手権に参戦。世界耐久選手権の一戦である鈴鹿8時間耐久レースは、地元開催であり、メーカーとして、 最多の24勝を記録している。また、自転車競技においてもマウンテンバイクのダウンヒル競技に、独自開発のマシン RN01 を投入し、国内の MTB ジャパンシリーズやノーバ、世界選手権などで好成績を上げている。フォーミュラ1965年メキシコ GP で、会一発優勝した r a 七十二会一世界選手権には、 1964年から1968年にコンストラクターとして参戦し2勝を記録。1983年から1992年、2000年から2005年は車体の共同開発を含めたエンジンサプライヤーとして参戦し69勝を記録。2006年から再びホンダレーシング会一チームとして参戦し1勝を記録。しかし、 2008年12月5日、金融危機以降の経営環境の変化に伴い、海一からの撤退を表明した。2013年5月には、2015年より、マクラーレンと提携して、エンジン供給を開始すると発表し、海一に復帰したが、2021年シーズンで撤退する。海二には、エンジンサプライヤーとして参戦し、1960年代には、ブラバムに供給。 1980年代には、海一復帰への前哨として、ヨーロッパ界に選手権や全日本界に選手権に参戦し、スピリットの設立に関与した。インディカーシリーズには、エンジンサプライヤーとして参戦し、1994年から2002年まで、カートで通算65勝、2003年からは、シリーズ通算27勝を達成している。なお、 2006年から2011年までシリーズのエンジンはホンダのワンメイクであった。2015年から2017年にかけてはエンジンに加えエアロキットの供給も行っていた。ジャットと共同開発した F3000 用エンジンは無限 MF308 として全日本海3000選手権やフォーミュラ日本で2005年まで使用された。2006年よりフォーミュラ日本。 スーパーフォーミュラにトヨタと共にエンジンを供給している。耐久レースアメリカにおいては、1991年より2年間、イムスサシリーズのキャメル GTP ライトクラスに、アキュラスパイス SE90CL で参戦し、ドライバーズ、マニュファクチャラーズの両タイトルを2年連続で獲得した。2007年より、アメリカンルマンシリーズにおいて、 LMP2 クラスに参戦するチームへ2009年より LMP1 クラスに参戦するチームへもエンジン及び車体を供給した2018年からはアキュラブランドでチームペンスキー及びオレカとジョイントしてユナイテッドスポーツカー選手権へ参戦するツーリングカー日本においては1994年から全日本ツーリングカー選手権にシビックヘリを及びアコードで参戦 1996年から全日本 GT 選手権に NSX 及び HSV-010GTNSX コンセプト GT2 代目 NSX で参戦している。また2017年からはグループ GT3 規定の NSX の販売を開始し、同年のイムスサでは2勝を挙げている。2012年より世界ツーリングカー選手権にホンダシビックを投入。 2012年第10戦の日本ラウンドより参戦し、2013年から2017年までフル参戦。2013年にマニファクチャラーズタイトルを獲得している。WTCC が WTCR に変わった後も TCR 規定のシビックをプライベーターに供給している。車業としてのモータースポーツだけでなく、ユーザーにもモータースポーツを楽しんでもらおうと、シビックや インテグラタイプ R によるワンメイクレースを開催している。2004年から2007年はベルのエキサイティングカップインテグラワンメイクレースが各地方シリーズとして開催されていた。2008年からは車両が再度シビックタイプ R に変更されたが2011年をもってシリーズを終了した。2014年からは N1 のワンメイクレース N1 オーナー エスカップを運営している。ドライバー育成次世代選手の発掘、育成として、鈴鹿サーキットレーシングスクールを開校し、佐藤拓馬、松田継オラを輩出した。1999年から2005年まで、ジュニアフォーミュラのフォーミュラドリームを開催した。2006年から2013年にかけてトヨタ、日産と共設立した、フォーミュラチャレンジジャパンを支援したほか、 ホンダフォーミュラドリームプロジェクトの名称で FIA 会4選手権に育成ドライバーを送り込んでいる。ABHRC 歴史概要2011年。ほん。カツラギ商事 GP 企画センター2007ユニークなエンジンの系譜、グランプリ出版 ISBN978 から4から876872916この段落全体について。 ホンダが F1 撤退業績悪化で維持断念産経新聞2008年12月5日閲覧スーパー GT シリーズへの NSX GT での参戦終了について IRC インターコンチラリーチャレンジ web.archive.org2021 年2月26日閲覧2012年ホンダモータースポーツ活動の概要シャッキー シーズン2013ラリー。ewrc-results.com。2021年2月26日閲覧。チャッキー。シーズン2014ラリー。ewrc-results.com。2021年2月26日閲覧。ホンダスコアーズクラスビクトリーンバハリターン。hpd.honda.com。 2021年2月26日閲覧。ありがとうございます。